はい、30分ライブドローイング、色鉛筆で描くということですけども、今回ちょっと趣向が変わります。というのも、展示会が12月からあって、10点ぐらい出すんですけど、全然描いてないので、もうこの機会を利用して描きたいと思います。ですね、富士山を描きます。それでやっぱり富士山ちゃんと形がないとまずいので、一応こういうものを、安く買いました。それをもとに、自分で勝手にアレンジして描くことにします。ただ、富士山の形ですとか、そういうのは、ちょっと正確に描きたいので。というのもですね、前こう描いてた時に、ここはどこの方向から見てますかとか、いろいろね、こう、聞かれることがあるので、富士山好きにはやはりこう、そういうとこってね、こう、で、確認しながら、こう、レンタルしていったりとかね、しますので、まあ、こうやって下書きするのは富士山の形ぐらいで、あとはもう勢いで書いていきますけども、ですね、今回は紙にジェッソ、これですね、ジェッソで下塗りしてます。そういうのも、雪景色書こうと思うんですけども、雪景色ってやっぱりこうあまり目立たないので発色が良い方がこうね目立っていいですよね。なので発色を狙ってジェッソで塗りました。そうするとこう分かんねえかな、こうね発色がいいんですよ。でジェッソのこのハケ目もこうねあるので、またそこも、それもそれで、こう、ちょっとね、雰囲気が出るはずです。その分、ジェッソはこう、結構荒いので、鉛筆の減りも早いです。ちょっとズームしましょうか。ピント合ってますかね。こんな感じで書いていきます。それで今回作品作りも兼ねているので30分っていうことにはあまりこだわってなくして、まあでもそんなにかかんないけども、なのでもう途中早送りしてやっちゃおうかなと思ってますので、まあ編集、難しい編集ではなくて単に途中から早送りするかもしれないと。間違ってね30分以内で終わってしまえばね、そのことはないんですけども、多分終わんないと思います。ということで今ガリガリと書いてます。もっとこっから来たかったな。ちょっと、折れた。古典じゃないんですけどね、浅草でたまにこう、呼ばれて10点ぐらい、出す時があります。ギャラリー、ゲイっていう、まあちょっとジャパニーズアート的なことを目指しているとこなので、1日から1週間か2週間ぐらいかなの予定です。まあこれはねずっと残るので、一体いつだか分かんないかもしれないですよね。2020年12月です。ということで、書いていきます。余計なおしゃべりをしない方がいいかな。早回しするとね、ペラ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 ってなっちゃいますからね。
大体こんな感じですかね。よいしょ。なんかこんな感じでね、こう、寒々とし、これも少し青空を広げるかどうか、そこがこう、悩みどころですね。広げるかどうかっても書いてありますけどね。あまりにも白いところが多すぎたらなんでね、ちょっと上の方は雲を少なめにして色をつけていこうかね。これはインチサイズの大きさで書くので、まあ、ここなんですよね、エンドがね。それ考えて、もう少しこう中にね、までしてもいいのかなっていう感じでもって、こう、まあ、青空じゃないですけども、青を多くしていってます。その分どっかでもってこう、ちょっと濃いところを持っていかないとね。これって多分また明日見ると、あ、もう少しこの辺とかなんかこう思ってくるんでしょうね。今日見たのと明日見られたので、またちょっとね、感じが変わってきて、時間があるとどんどんこうね、またこう加えたりなんかするからね。まあでもこのジェストで下塗りした時って割とこう消しゴムでもってこう消えやすいんで、まあそれだって限界ありますけどね、いいのかなという気はしています。ひとまずここで完成にしましょうかね。全部を写します。ズームアウト。はい、ズームアウトしてこんな感じ。作品作りでした。少し書いてから、もう少し書き加えてから、展示には、出そうかなと思っています。よいしょ、OK です。ということで、次回は、ちゃんとしたってことおかしいですけども、書き方やりたいと思います。それではどうも。